こんにちは、荒木和弘です。えー、調査会の、まあ、このリストなんですけども、一番最初のスタートはですね、調査会ができる前のことでした。まあ、あの、蘇我さんが帰ってくることなどでですね、ご家族からの問い合わせが相次ぎまして、で、その資料を、まあ、あの、家に持ち帰って、まあ、うちの家内が、 あの、データベースを作ったんですけれども、その時に、まあ、家内がですね、最初に気づいたのが、このリストの意味でした。 えー、バラバラに見ていると、ただの失踪のように見えるんですけども、こう並べてみるとですね、あの、同じような失踪が、あの、全く関係ない人で起きている、えー、時期とか、性別とか、職業とか、あるいは失踪の仕方とかですね、えー、そういうものがあるということに、まあ、これをデータベース作りながら、まあ、かなりが気づいて、 えー、これ、もう絶対何かあるというふうに言い始めたのがスタートでした。で、えー、これですね、あの、例えば、まあ、これからも、今でもお話してますし、これからもまたお話しますけども、お1980年代半ばに若い女性の失踪が集中するとか、 えー、あるいは印刷の仕事の方々が集中していなくなっているとか、そういうことというのは、それも絶対に拉しだとは言えませんね、当然。だから、その中から、あのー、調べていって違うという場合もあるかもしれませんけども、しかし一方で、 えー、他のところと際立って違う集中の仕方をしているというのは、まあ、明らかにそれは意味があるということだろうと思います。まあ、私は、あの、そっちは専門じゃないですけど、統計学的にとかですね、えー、言っても、これはまあ、あの、証明できるものだろうというふうに思っている次第です。で、え、しかし、さらにですね、これ調べてって、まあ、思ったんですけれども、個別の問題もですね、あの、その時その時の、 警察とか、海上保安庁とか、あるいはマスコミの方々とかですね、えー、そういうような、まあ、自衛隊の方も含めてですね、えー、個別にはこれは怪しいんじゃないかというふうにあの思われたケースというのは実は結構少なくないですね。で、いなくなった当時から北朝鮮じゃないかっていうようなことを言われたあというお話、ご家族から時々お聞きすることもありますし、えー、現場では これはやられたんじゃないかなっていうふうに思ったことも当然あるだろうと思います。で横田めぐみさんなんかでも松本滝夫所長はですね、これはもう拉致だったというふうにもう最初から思っておられたということですね。ただし問題は情報が横に共有されなかった。 えー、ということです。それはマスコミの方だってですね、地元の地方の四国にいる人で、えー、たまたまなんかこう関心があって、これおかしいんじゃないかというふうに思ったとしても、それを他のところの,あの情報とですね、つ、え、な、ー、ぎ合わせて考えるっていうのはなかなか難しい。これ警察でも同じですで。警察の場合は、あの、それだけじゃなくてですね、えー、うちの子がいなくなったって言って、えー、問い合わせ、 を受けるのは生活安全化なわけですけれども、生活安全化の人と、それから公安の人っていうのはですね、えー、全くあの結びつきがないんです、だから情報がいかない、えー、公安外事警察の人間が見ればですね、これは怪し,怪しいと思うような事件でも、ただの失踪として、えー、見過ごされてしまうと。 ま、警察もあの、失踪事件、たくさんまあ、あの、そういう届けで受けますからね、えー、もう全部真面目に調べているなんてことはとても物理的にできない、えー、ということになってシステム上の障害みたいなものですね、そういうことが起きてしまう。 ねえー、で、も何年か経ってから調べようと思ったって証拠なんかはない、えー、ということですね。えー、まあよくあの警察がですね、法と証拠に基づいてというふうに言いますけども、あっても時間が経ってんだから証拠なんかさあの探したって見つからない、えー。そういうケースの方がほとんどですね、少なくとも立件できるようなあの証拠なんてほとんど出てこないですね。怪しいと思うものぐらいはあったにしても。 だからまあそういう意味で言うと、まあ、警察の言っていることは最もですけど、それはつまり、拉致被害者を助けることには、何の役にも立たないということを意味しているんだろうと思います。で、<laughs> まああのしかし、これのさらに上の方へ行きますと、問題はです、ね、結局、政府ということになります。 北朝鮮が拉致をしているというのは、横田めぐみさんの事件でもおそらくあの当時の福田武夫内閣総理大臣まで言っていたと思います。でも、その話がですね、あの全く動きにならなかったえということは、え別にそれはまあ福田さんだけの問題ではなくて、えずっとですね、もうこの間あの、日本という国が自分で自分を守って、 ね、自分たちの国民を守らなきゃいけないというふうにしてこなかったことの最大の、まあ、それが最大の原因ではないだろうかなと思います究極的にはもう右も左もアメリカが守ってくれるというふうに思ってやっていた、まあ、あのサファリパークの中の平和をです、ね、享受していたからサファリパークからたまたま外へ連れ出されてしまった人に対してはもう何もしてこなかったということなんだろうと思います でさらに言えば、そういう政府を作ってきたのは、まあ、国会であり、その国会議員を選んだのは、私たち国民ですから、まあ、最後は私自身も含めて、自分に責任が戻ってくる、ただし、拉致をされた方々に責任はありません、その時その時でで、すね還元に乗せられて、えー、連れて行かれたというようなことがあったにしても、 それはもう誰だってあり得ることでね、その時に注意が当たらなかったとかいうようなことっていうのは、それはもう誰でもやりうることです。ですから、これも改めてですね、本当にその自分の国はちゃんと自分で守るんだ、えー、同盟国があろうがなかろうがですね、自分たちでやるんだという覚悟を持ってやることしかないと思います。で、その覚悟を我々が持てれば、次にです、ね、拉致される人は抑止することができると。 いうことなんでしょうまあ,あ、それは大変なことなんです、正直言ってね。大変なことなんですけども、やっぱりそこ行かなければいけないんじゃないかなというふうに思います。えー、今日もありがとうございました。